皆様おはようございます。日本航空よりご搭乗時刻とご搭乗の順番についてご案内いたします。福岡行き9時50分発日本航空2053便の飛行機のご案内は20番搭乗口にて9時36分過ぎ午前9時35分過ぎを予定しております。搭乗時お客様同士の間隔を保ちますため、ご搭乗は4回に分けてご案内いたします。それぞれの問題の話までお気に立ってお待ちください。まずはじめに事前対策として、係員のお手伝いを希望されたお客様、お客様のお客様、ご臨時中のお客様を機内でご案内いたします。続いてご搭乗券またはご搭乗機内チケットに記載されておりますグループ1番からグループ4番までのグループ番号順に機内でご案内いたします。なお新型コロナウイルス感染拡大を防止いたしますので、ご搭乗の際には前のお客様との間隔を空けてお待ちくださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。本日こちらの機を担当いたしますのは今井でございます。お手伝いを希望されるお客様はどうぞお気軽にお待ちください。本日もワーワードワーワイアンスレンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。上の棚は共用スペースになっております。座席番号にかかわらず左右の空いているスペースをご利用ください。上の棚は手荷物をご収納いただく際には後ろのお客様を先に移動していただくか一歩の徒歩でお入りいただきますようご協力をお願いいたします。皆様ただいま前方のドアが閉まりました。シートベルトをしっかりとお締めください。業務連絡です。客室乗務員は乗務モードをアームドに変更し、ダブルチェックを行ってください。皆様、こんにちは。本日もワンワールドアライアンスメンバー JA をご利用くださいまして、ありがとうございます。この便は日本航空2053便、福岡空港行きでございます。本日ご一緒いたします。機長は西村。私は客室を担当いたします。下でございます。本日は、雲の影響により上昇中揺れることが予想されております。シートベルトは緩めのないよう腰の低い位置にてしっかりとお締めください。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどに設定をするか電源を切りください。機内は化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用になれません。トルグループでは新型コロナウイルスへの対応として必要に応じて機内の抗ウイルス抗菌コーティングおよび2ヶ月内の消毒を実施しております。
現在は毛布枕の提供を一時中止しております。お客様皆様に安心してお過ごしいただくため、飲食時以外はマスクの着用にご協力をお願いいたします。飛沫防止のためお連れ様同士での会話は極力お控えください。先ほどお配りいたしました除菌シートで窓を拭きになることはお控えください。それでは限られた空間ではございますが、どうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。シートポケット内にございます安全のしおりをご覧ください。ご質問がございましたら乗務員にお尋ねください。万が一酸素マスクが出てきた際には、ご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。皆様ただいまから機内の非常用設備についてご案内いたします。May we have your attention as we explain the location and use of the safety features of this aircraft. Please defer to your safety selection leaflet in your seat pocket. Thank you. まずシートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトを締める場合は、左右のベルトについている留め金を差し込み、腰の低い位置にしっかりと締めてください。外す場合はレバーを上げながら留め金を離してください。この飛行機には前方および後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。続いて酸素マスクの使用方法を説明いたします。酸素マスクはプラスチックカバーの中に入った状態で自動的に出てきます。マスクをプラスチックカバーから取り外します。マスクを強く引くと酸素が出てきます。マスクを鼻と口に当て、バンドを頭にかけて長さを調節してください。救命胴衣は座席下または肘掛け下にあります。使用の際は頭からかぶり、紐を腰に巻きつけ留め具を差し込み、紐を引いてしっかりと締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引いて膨らませてください。十分に膨らまないときはチューブから息を吹き込みます。皆様の座席ポケットに安全姿勢等についての説明書が用意してありますので、早い機会にご覧ください。脱出の際は荷物を持たないでください。スライド下での援助をお願いいたします。また乗務員から必要な指示がありましたら、その指示に従ってください。日本航空は通路、化粧室を含め全席禁煙でございます。なお電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。どうぞ快適な空の旅をお楽しみください。ひろくま、お待たせいたしました。まもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。また座席の背もたれ、テーブルを元の位置にお戻しください。ベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。皆様にご案内いたします。この飛行機はおよそ10分で着陸いたします。シートベルトをしっかりとお締めください。またお使いになりました座席の背もたれ、テーブルを元の位置にお戻しください。ベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。ただいま福岡空港に着陸いたしました。この飛行機は到着口南11番ゲートに到着いたします。飛行機が完全に停止し、頭上のシートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚を分け上がる際には手荷物が滑り出ることがございますので、十分ご注意ください。今からすべての電子機器をご利用いただけます。座席の上の天井は低くなっておりますので、後ほど座席を立ちになる際にはお気をつけください。
降りの際には携帯電話や貴重品、文庫本や傘などの忘れ物をなさいませんよう、上の棚にはシートポケットの奥、お座席周りやお足元などを確かめの上お降りください。機内でのスムーズなご搭乗と確実な手荷物収納のため、次回ご搭乗の際にもお手荷物の貨物室へのお預けにご協力いただきますようお願いいたします。ただいま空港周辺の天候は曇り、外気温31度でございます。日を追うごとに暑さも厳しくなってまいりました。皆様、夏バテや熱中症にはくれぐれもお気をつけて、どうぞ元気にお過ごしください。本日もワンワールドアライアンスメンバー JAL をご利用くださいましてありがとうございました。ご案内いたします。当機は間もなく駐機場に到着いたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。高田ツアーリー、座席番号を区切っての後期のご案内は終了とさせていただいております。降りの際には前方のお客様よりゆっくりと前にお進みください。上の棚を開けになる際やお手荷物を取り出しになる際には、思わぬ怪我につながる可能性がございます。周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。